一つ用道路は、宮崎県宮崎市吉村町から同市佐渡原町大和田市も中に至る北線と宮崎県宮崎市高須町から宮崎市大和田群事分に至る南線からなる有料道路である。周辺道路の案内標識や領収書では、一つ用有料道路と表記される。松林市の上を走る北線全区間が宮崎県道1 0号。 宮崎インター佐渡原線であり、隣接する国道219号広瀬バイパスや春田バイパスとともに延長約3 0トルの宮崎東環状道路を構成している。有料区間は宮崎県道路公社が管理しているが、北線、南線とも ETC には対応しない。北線は松林の上を走る絶景のオーシャンビューロードである。また、 南線の区間は高速道路ナンバリングの対象区間となっており E98 が割り振られている。なお E を関するナンバリングでは最後に位置する。北線も南線も高速道路、自動車専用道路ではない。一つ余裕領道は当初2010年2月を料金徴収期限と定めていたが、北線の利用が当初想定ほど伸びなかったこともあり。 年間の収支は8億円程度の黒字で推移し、総事業費174億4、500万円のうち2006年3月末時点で未償還残高は約66億円となっていた。そこで宮崎県では同年5月から6月に北線の全車種と南線の大型車の料金値下げ実験を実施して効果を検証するなどし、道路の有効活用と、 周辺道路の渋滞緩和など、県民の利便性向上を図りながら合わせて未償還金を返済していくため、2007年4月より北線の料金値下げを行い、合わせて料金徴収期間を2020年2月28日まで10年間延長して、県出資金を含む未償還金全額を関西とする方針を決定した。この時点では、その後の償還は、 順調に推移し予定通りの無料開放に目途がついたことを2017年8月に宮崎県は明らかにしていたが、2020年以降の料金徴収継続の是非を検討するために、宮崎大学教授や県内の交通事業者、商工関係者らで構成される有識者会議が2019年1月から7月に駆け開かれると、南海トラフ巨大地震への備えとして、 橋梁の耐震工事と津波発生を知らせる情報バーム設置等に約40億円が必要となることが報告され、事業費の確保のため、有料の存続もやむを得ないとする見解が有識者の大半から示された。この会議では、北線、南線ともに150円で10年間徴収、北線100円、南線150円で12年間徴収、北、 南線ともに100円で20年間徴収の3案が検討されていた。宮崎県ではこの結果を踏まえた検討を行い、2019年9月には従来の計画を撤回するとともに料金を北線、南線とも従来の200円から150円に値下げし有料を10年間再延長する方針を決定、同月の県議会で図られ可決された。 2020年2月からは新料金での運用が行われている E98 南線北線。ありがとうございます。